株価ブ,ブパラダイスはハイミミカイさんを募集中です詳しくは右上のバナーをクリッククリックはい株価ブパラダイスです個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルですそれではまず今日の日経 円上げましたね。で前日のダウンはね、続伸していたんですよね、183ドル高ということで、利上げ長期化への懸念がね、後退したということになっていて、昨日とね、全く逆のことになっているということなんですよね、本当にね、もう行ったり来たりということになってますが、でアメリカの労働省が朝発表した、週間新規失業保険申請件数。 2週ぶりに、ね、悪化したということになっていて、でまあ、今後数ヶ月間、雇用の伸びが鈍化する可能性を示しているということになっていてです、ね、まあ、それで、ね、FRB による利上げの長期化への過度な懸念が和らいだと。 いうことになって、まあ、株が、ね、買われたと,という、ね、わけなんですが、日経はその流れを受けて、3日ぶりに、ね、反発したということになりましたね。ということで、昨日は、ね、75日線の上で、ギリギリに、ね、止まっていたというところだったんですが、今日は、ね、そこからですね、どーんと、ね、力強く、まあ、陽線になって弾けたということでですね、まあまあ良かったんじゃないですかね。うん、で、ここから、ね、年末にはです、ね、3万円ということで、よろしくお願いします。続いては。 グロース市場の小足数ですけども、はい。グロース市場のね、小足数はですね、今日ね、2%ちょっとね、上げましたね。うん。まあまあ良かったんじゃないですかね。まあまあいい感じでね、リバっているなということに、ね、なっていますので、この調子で年末にはですね、ここまでね、ドーンと戻ってほしいなということなんですけども、よろしくお願いします。以上、J 関連でした。続いて、テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、半導体関連なんですけども、 半導体管理はね、今日、GI が良かったので、ほとんどの銘柄がね、上げてきたということになりましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、まずね、注目株に入れているマイポックスちゃんがですね、なんとね、7%以上上げてきて、一番上げたと。 いうことにね、なりましたね、うん。はい、おめでとうございます。昨日はね、地合いが良くなかったので下げてしまったんですが、今日はですね、ドッカーンとね、強い陽線でね、前回の高値を抜いてきたということにね、なりましたね、うん。はい、おめでとうございます。なかなかね、いい感じでね、調整しながら上がっているので、来週もね、頑張って上の方にね、行ってほしいと思います。頑張ってください。続いて、式のハイテクもね、今日はですね、5%以上上げていて、なかなかね、良かったですよね、うん。こちらもね、同じようにですね、下値を切り上げながらね、上手いこと 調整しなながら上にに行っってていいいるととうことになっているので、まあ来週うまくいけばですね、前回の高値をね、ドーンと抜いていく可能性もね、あるかなという感じにはね、なっていますが、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、高取ですけども、はい、高取はですね、1.3%上げたということにはなりましたが、ちょっとね、陰線だったんですよね。うん まあそれでもね、下値を切り上げながらね、まあ少しずつね、また上がっているということになっているので、こちらもね、うまいこと調整してね、前回の高値をですね、なんとかね、抜いてほしいなというところですけどもね。で、今日ね、半導体がね、結構上げてきたのは、まあ、地合いが良かったからということで、アメリカのね、ソックス指数がですね、まあ、昨日は2.67%上げていたということと、 であとはね、昨日のねテレビ東京のワールドビジネスサテライトに TS、ね、TSMC の副社長の方がです、ねまあ、出演して、日本に、ね、新工場を検討するというような、ね、報道をしていたんですよね。でまずね、TSMC は今、ね、熊本に、ね、工場を作ってますよね、うん、新しい工場を、ね、作っているというのがありますが、それとは別にです、ね、日本で新工場を検討と。 いうようなね、まあ、報道が出ていて、で、まあ、これに対して、西村経産大臣がですね、反応していて、まあ、それはね、とてもね、嬉しいよと、歓迎しますというようなね、ニュースもね、出ていたんですよね。まあ、というようなことがあって、今日はですね、半導体関連がね、軒並み上げてきたのかなという感じになっていましたけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて。 5大勝者ですけども、はい。勝者はですね、今日はね、丸紅以外はね、全部上げてきましたね。創日がね、まず1.17%上げ、そして物産がですね、0.9%上げ、墨昌0.5%上げ、商事がですね、0.53%上げと。うん、いうことでね、まあまあ良かったんじゃないですかね。丸紅だけね、1円下げましたが、まあそれでもね、要線だったので、まあまあ良かったかなという感じがね、なっていいと思いますが。で、11月のね、下旬にはですね、バフェットさんがね、 日本の5大商社株を買い増ししていたというような、ね、ことがあって、そしてですね、12月の2日には、バフェットさんが円建て債をね、1150億円分調達したという話が、ね、伝わっていたんですよね。うん、で、この円建て債で商社の株をね、買い増すんじゃないのというような、まあ、思惑もあるというようなことがあってですね、今ね、商社がね、熱いかなと。 いう話なんですけどもね。はい。頑張ってほしいと思います。続いて、ゲーム関連ですけども。はい。ゲーム関連もね、今日はですね、結構上げてきた銘柄がね、多かったんですが、そしてね、昨日話をしていたエイミングなんですけども、なんとですね、15%上げてきましたね、うん。はい。おめでとうございます。でね、一時的にはね、ストップ高にいた時間帯もね、あったんですよね。うん、ということで、なかなかね、力強く買われてきたのと。 いいいううこととに、ね、なってまますす、ね。ね、うんはい。おめでとうございますで、ござ昨日もお話をしましたが、エイミングといえばですね、スクエアエニックスの、まあ、元社員の人がですね、インサイダー取引をね、やったというようなことがあって、まあ、それがね、エイミングの株だったという話だったんですよね、うん。まあでもね、エイミング自体にはね、まあ何もね、疑わしいことはないと。 いうようよなまあ、今のところの状況なので大きく下がったところでね買った人がね今勝者となっていてでね今日爆上げして前回の高値をですね抜いてきたのはですね昨日もねお話ししていた鍵の,、ね、の実力者になりたくてマスター・オブ・ガーデン いう、まあ、ゲームがです、ね、日本の iOS のゲームのセールスランキングで,です、ね、なかなか、ね、上位にいるということなんですよね。うん、での日の夜中にです、ね、今まで24位だったのが12位ぐらいまで、ね、上がってきていたんですよね。うん、で今朝も、ね、12位と いうことになっていていですね、なかなかすごいぞということで株が、ね、ガーンと買われたということになったんですがで今時点では、ね、ちょっと下がってしまったんですよね、まあ、17位ということにはなっているんですけども、ストップ高に、ね、張り付いて終われなかったのは、まあ、ちょっと、ね、ランキングが、ね、下がってしまったということが、まあ、関係しているというふうに、ね、思うんです。けども、 まあそれでもね、まだまだね、期待感はあると思うので、頑張ってほしいと思います。続いて、グミなんですが、はい、グミはですね、今日はね、1.9%下げたんですが、うん。で、昨日の動画でね、こういう材料をね、出していたという話をね、しましたよね。 GC ゲームズがバリデータとして参加するオアシスが発行するトークン OAS が世界の大手暗号資産取引所に上場というようなものだったんですけども、うん、でもですね、今日がね、まあ、決算の発表日だということがあってですね、まあ、そんなにはね、変われなかったということをね、まあ、昨日お話をしましたけどもで、今日の、ね、大引き期を出た決算がですね、こちら5月10月期の営業損益がです、ね、黒字にね、転換したということになりました。 ね、はいおめでとうございます。で開発と運用の体制のです、ねまあ、適正化などが寄与しましたという書き方に、ね、なっているんですけども。ということでねチャート的にはですねかなりね押している場所にねいるので、まあ、今後ですねこの決算をきっかけにね上の方にですねグイグイ向かってくれればいいかなと。 いうふうにはね、思いますけども、頑張ってほしいと思います。以上、ゲーム関連でした。続いて、直近の IPO ですけども、はい、直近の IPO がね、今日はですね、地合いが良かったので、結構ね、上げてきた銘柄がね、多かったんですけども、うん。で、そんな中で、今ね、一番気にしている、このサイフューズなんですが、残念ながらですね、0.85%下げたということになっていてですね、しかもね、なかなかのね、上着をつけたと。 いうことですねちょっとね、厳しいチャートにはね、なりましたが、で、まあ、事業内容はね、とにかくね、まあ、なかなか面白いんですよね。バイオ 3D プリンターを用いた再生、医療等製品の開発、製造、販売と、まあ、いうことなので、なかなかね、独自の技術だというようなことでですね、まあ、なかなか今ね、注目しているわけなんですけども、まあ、それでもね、下根を切り上げながらですね、まあ、上の方にはね、向かっているというふうにもね、まあ、見えますけども、 でまあ、とにかくですね、VC が、ね、売ることができる公募価格の1.5倍以上のですね、2430円以上の価格帯までにはですね、また来てほしいなというふうには、ね、思うんですけどもここまで頑張ってね、なんとかですね、VC の人がね、上げてほしいなと。 いうふうにはね、思っているんですけども、はい、頑張ってほしいと思います。でね、来週からですね、またまたね、IPO ラッシュがね、始まるんですよね。なんとですね、12月中にね、25社もあると <laughs> いうことになっていてですね、来週の火曜日は1社、水曜日はですね、2社、そして木曜日2社、金曜日が3社、そしてそまたその次の月曜日1社、火曜日2社という具合にですね、ガン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 ね、やってくると。 いうことになっていいですね でこれはですね、昨日のね夜の日経新聞のまあ報道なんですが、IPO ラッシュをね控えて換金売りということで、新興株がね、下げきつくと,というのがね、まあ、昨日だったんじゃないかというようなまあ話がね、出ているんですけども、まあ、一部ね、もちろんそういうこともね、あったかなというふうにはね、思うんですが、うん、まあ、とにかくですね、IPO ラッシュがね、来週からね、続くということになっているのでですね、まあ、希望としてはね、すべての、ね、株がですね、安く始まってね、そこからドーンとね、ストップ トップ高になってほしいなというふうにはね思っているんですが、よろしくお願いします。以上、直近の ipo でした。続いて新ネタ新ネタのコーナーですけども、まずはね。ポエックなんですが。はい。 ポエックはですね、今日ね、0.24%上げたということになっていてですね、このチャートね、なかなかですね、こう個性的なね、チャートだなというふうにね、思うんですよね。まあ、あんまりね、出来高がないんで、まあ、こんな感じになっているのかなというふうにね、思いますけども。うん。で、今日のね、大引きもですね、こういう IR をね、出してきましたよね。新技術の製品化に関するお知らせと。 いうものなんでですが、うん、でここに書いてあるのが民間シンクタンクが持つファインバブル技術ナノバブル技術と当社が持つものづくり技術を融合して新しい製品を開発したと、うん、いうことなんですよね。で何がすごいかというとですね本システムをメロンの水耕栽培に組み込んだケースとそうでないケースを比較した結果 かシステムを組み込んだ場合の方は明らかに生育量や糖度が高いことが検証できましたということになっていてですねでさらにこのシステムは他の農作物にも有効であることが確認できており環境に配慮しつつ場所を選ばず高品質な作物の生産が可能な画期的なシステムとしての特徴を備えていると。 いうことなんでですよねでなんかね、これを読んだ時には、なんかちょっとですね、怪しげなね、ものをですね、またまたね、作ってきたのかなという風にね、ちょっとね、思ったんですが、まあ、ただですね、相手方のね、この民間シンクタンクっていうところが、この大平研究所っていうんですかね、うん、というところで、この代表者の方がですね、大平さんなんですが、この方は現在ですね、東京大学の物性研究所原田健の 大平開発ユニットのユニット長をやっていらっしゃるというようなことがあり九州大学のまあ教授もねやっていらっしゃったというようなことも書いてあってですねまあ、それならねなかなかね面白い話なのかなというふうにはね思ったんですがでまあ、見た目は、ね、こんなような感じの、ね、システムだということがね、まあ、ここの IR には、ね、書いてあるんですよね。うん ということで、まだまだね、時価総額が小さくて、今ね、29億円しかないんですよね。うん。ということで、これにですね、まあ反応してね、今後大きくね、買われていくのかどうかということですけども、はい。来週ね、楽しみに見ているので、頑張ってほしいと思います。続いて、アサヒ8なんですが、はい。朝日8はですね、今日ね、9%上げたんですが、今日のね、大引きもいいですね。こういうものをね、出してきましたね。EV スタンド機器独占販売代理 基本契約締結ととと新たたな事業ののの開始のおおいいいううもでででしたねはい、おめでとうございますでここに書いてあるのがこのね中国の会社が製造する EV スタンド機器等を日本で販売代理店として契約するということなんですよね。でこの中国の会社は中国のテスラと呼ばれている電気自動車のトップメーカーである NIO の子会社ですと。 いうことになっていてですね。まあ、なかなかね、大きいところからね、まあ話が来ているんだよというようなね、書きぶりになっているんですが。で、まあ、この会社のね、今の時価総額はですね、24億円ちょっとぐらいしかね、ないので、それから見るとね、かなりね、上がっていく可能性もね、十分にあるかなというふうにはね、思うんですが、ただで,ですね、今日ね、なんで9%もね、上げちゃったのよという話なんですよね。 これ、うん、どうなんですか本当のところ、ちょっとね、教えてほしいんですよね。事前に知ってた人ね、いるのかいないのかと。もしね、知っていた人がいたらですね、ちゃんとね、YouTube のコメント欄にね、僕は知っていました、ごめんなさいとね、書いていただきたいと思います。まあ、そんなことはね、ないというふうにね、信じたいんですが、まあ、とにかくね、どういうふうな値動きになっていくか、見ていきたいと思います。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、12月9日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこの ね、ステラファーマなんですがはい。 ステラファーマですね。なんとね、今日11%上げてきましたね。はい、おめでとうございます。いやー、すごいな。うん、まさかこんなにね、上げるとは思わなかったんですよね。まあ5、5%ぐらい上げればね、まあいいかなという感じにね、勝手に持っていたんですが、なんとですね、11%以上ね、上げてきましたね、うん。はい、おめでとうございます。で、こちらね、昨日の動画でお話をしましたけども、新たな製造委託先との医薬品開発製造に関する基本契約締結に関するおセット。 いうものだったんですよね、うん、ということでですね、今日はね、爆上げしてきたということになり、前回の高値付近までね、またまたやってきたということになったので、来週以降ね、元気よくね、上の方にね、抜けていけるかどうかというところですけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、ビリングシステムですけども、はい。 ビリングシステムですね。なんと今日ね、9%以上上げてきましたね。うん、はいおめでとうございます。いやー、すごいな。なかなかね、これ、すごいチャートに、ね、なっていますけども、うん。で、ビリングシステムといえば、何回かね、お話をしましたけども、10月にね、国民年金のスマホ決済サービスをですね、厚生労働省からね、まあ、受託しましたということをきっかけにですね、ドッカンドッカンね、今上がっているんですよね。うん で、12月6日のね。カブたんさんの記事ではですね。デジタル円関連ということにもねなっていてですね。で、ペイビーってありますよね。うん、で、これのデビット機能が？ メガバンクをはじめ利用期間が極めて広いというような優位性が、ね、注目されているというような、ねまあ、書き方にもなっていてですね、まあ、なかなかの、ね、上げっぷりに、ね、なっているんですよね、うん。で、ビリングシステムといえば2013年にドッカーンと、ね、上げた相場が、ね、あったんですよね。その時のことを、ね、結構覚えている方も、ね、いらっしゃると思うんですけども、ZNAP っていう、ね、香港の、ね、QR コードを読み取って、まあ、決済するという、ね、アプリを、ねまあ、導入すると。 いうようよな話で、まあ、どっかの、ね、大企業が、ね、採用するんじゃないかというような思惑から、ね、どカーンと、ね、上げたんですよね。 まあその時はね、僕もですね、ズナップのね、パーティーにね、行ったりとかね、いろいろね、楽しかったんですけども、うん。というようなこともあったんですが、またまたね、今ですね、ビリングシステムがね、上がっているということでね、すごく嬉しい感じがね、しますけどもね、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、サスメドなんですが、はい、サスメドはですね、今日はね、2.2%ね、上げてきましたね、うん。で、昨日はですね、ストップ高で終わったんですが、少しね、ギャップダウンして始まって、まあ結構ですね、上下にね、激しく動いたんですが、と ですね、最後はね、2.2%上げたということになりましたね、うん、はい、おめでとうございます。で、これはです、ね、連日話をしていますが、厚生労働省の、ね、審議会で、まあ、12月19日に、ね、行われる分に関して、サスメドの、ね、不眠障害治療用のアプリがです、ね、製造・販売承認をまあ可決されるのかどうかと。 いうようなことがですね、審議事項としてね、書かれているんですよね。うん、ということでね、今ですね、まあ、それに対するね、期待感が膨らんでいて、まあ、上がっているというようなね、状況になっていますけども、こちらもね、期待してみているので、頑張ってほしいと思います。続いて、アイスタイルなんですが、はい。 アイスタイルの、ね、話を久しぶりにしますけども、アマゾンと、ね、資本業務提携をしたということで、まあ、すごい、ね、盛り上がっているアイスタイルなんですが、久しぶりに、ね、前回のです、ね、高値を、ね、抜いてきたんですよね。うん ということで、もうすぐですね、前々回のね、この高値を抜き、そしてさらにね、その前のですね、高値もね、抜けるのかどうかというようなね、位置まで来ているんですけども、何かね、新しいネタがね、最近出たようには見えないんですが、なかなかね、ここのとこですね、下値をね、切り上げながらね、強い動きをね、しているんですよね。うん、ということでね、まあ、そろそろね、アマゾンにですね、アットコスメのね、まあ、専用のものがね、なんかね、出てくるのかどうなのかと。 いう感じなのか分かりませんけども、まあ、とにかくですね、頑張ってほしいと思います。そして最後にですね、エニーカラーなんですが、はい。 エニーカレはね、今日3%以上下げたんですがで、今週の月曜日にね、180日間の、ねまあ、VC のロックアップがです、ねまあ、解除されたんですよね。うんまあ、それでね、ちょっと下がっているということに、ね、なっているんですが、まあ、ただね、前回の決算でドッカンと、ね、上げた分もですね今ね、なかったことになっちゃっているんですよね、うん。で、今度の木曜日のね、12月15日に決算が発表されると。 いうことになっていて、ですね、まあ、それまでの、ね、値動きが、ね、どうなるかということと、まあ、どんな、ね、決算が出るかと期待はしているので頑張ってほしいと思います。以上、12月9日の注目銘柄でした。続いて、12月12日の注目。はい。アサヒエイトビリングシステム、アイスタイル、マイボックス、スパイダー、キャンバス、ウェルブレイド、リボミック、サスメド、M&A 総研、エイバランス、タカトリ、 いません電気三井物産マイクロ波バイクサイフューズエーザイダブルスコープ ACSL エニーカラーインクルーシブメンタルヘルステクノロジーこの辺を中心に見ていきたいなと思ってます。 それではここで株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。 それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。